は4回目のジム、今行ってきました。今日はこの間の先生と同じで、この先生の方が多分厳しいんだはず。スパルタ厳しいんだはず。でもそのいじめてる感じが、私をいじめてるんじゃなくて、この筋肉をいじめてる感じが私は面白い、楽しいと思います。多分なんかこんな筋トレの人とかストイック完璧主義の人っていうのは、自分の中に M と S が両方合わさってて自分を追い詰める、でも成果につながる楽しみも知ってるから、それで高いところ目指してる人とか、こうどこまでも探求追求する人っていうのは、そういうなんか S と M のバランスがいい具合に多分中にあるのかなと思います。今日ヒップアップしたんですけど、私はこう自分のお尻がどこまでがお尻で、どこからが太ももかわからないぐらい、この20年30年お尻っていうものを見たことがないので、今日ヒップアップがあったから、なんかこれからもヒップアップのエクササイズ入れてくれるみたいで良かったです。これは私もちょっと頑張りたい種目なので、ヒップアップも頑張っていきたいなと思います。またそれからご飯の内容とかエクササイズの内容とかもほぼ一緒なので、2ヶ月目から変わるかもしれないって言ってたけども、今のところずっと一緒なので、ずっと同じリピートな内容だったら動画も面白くないので、動画2週間に1回にしようかなとも考えてます。We'll see どうなるかちょっと試したいと思います。皆さんも気持ちよく体動かせていますように。私がお家でエクササイズするときによく使ってる YouTube はこのマットフィットです。ジムに行くようになってから、やっぱりただ回数をこなすとか、ただ時間をこなすとかっていうのよりは、もうちゃんと正しいフォームでどこの筋肉に効かせてるっていうのをちゃんと意識しながらやるっていうのがとっても大切っていうのが分かったので、この方は全部細かくフォームからポスチャー、姿勢からこうどこに効かせてるっていうのをゆっくり丁寧に説明しながら進めていくので、ジムに行く前まではこのマットフィットかこのパメラリーフを交代交代とかで使ってたんですけど、この方のエクササイズも結構厳しくてハードだけど、ライブの時の動画だけ説明はするけど、それ以外はもう音楽だけで、今何してるとかどこに聞かせてるとか説明はないので、ジムに行くようになってからはこのパメラよりはマットフィットをもっと頻繁に使うようになってます。でやっぱり自分が尊敬できる、手本としたい、理想となるような人を見つけるのが本当に大切だと思うんですけど、その人の体型とかどんなって動画作ってるとかだけじゃなくって、その人のセオリー、考え方とかパーソナリティとかもやっぱ大切だなと思います。だから別にこのマットフィット見てくださいっていう意味じゃなくって、皆さんもこう自分が好きな人、ちゃんと尊敬できるお手本となるような人を見つけたら楽しく一緒に続けることができると思います。でこのマットフィットとさっきのパメラ以外では、以前に21日ピラティスチャレンジでやってたこのロッティさん、このロッティさんは今はもう全然見なくなってるけど、でもこの21日チャレンジでやった時に、とってもこのフォームの大切さ、姿勢の大切さっていうのをしっかり学んだので、これは今でも活かされてるから、これはとっても良かったなと思います。あと使ってるのが、これももうずっと長い間見てるけど、ボーホービューティフォーはもっと体と心をコネクト、つなげたいとき、精神を落ち着かせたいとき、で、運動するにはちょっと体が疲れててそこまで元気がないときにストレッチとか体とつながりたいっていうときに、ボーホービューティフォーは使ってます。で、同じようなピラティスとヨガが混ざった、合わさったのだけど、
この方のはピラティスとヨガが混ざってるけど、もうちょっとウォークアウトより、筋肉使うウォークアウトよりなので、マットフィットとかパメラとかやるぐらい元気はないけど、ボーフォービューティフォーぐらい完全にリラックスっていうモードじゃない時、そのなんかちょうど中間ぐらいの時はこの Move with Nicole の動画を使っています。体を壊してしまったら元も子もないし、基本っていうのはやっぱり何においても大事なので、一回短期間でもいいからピラティスやヨガに集中して、みっちりしっかりフォームや姿勢、呼吸っていうのを体に染み込ませるのも一つの方法だと思います。そして最近これはもうまだハマってる、このリブフィットのエクササイズ動画はもうほぼジムの中でのこの機械マシン使っての説明エクササイズの内容なので、そのやり方とか栄養とか筋肉の話とかはもちろんためになるけど、この方のはちょっとスピリチュアル的な、このモチベーション的な元気とかポジティブエナジーをもらうために見てます。見なくてもいいんですけど、一応私が使ってるののおすすめでした。ワクチンの2回目で昨日最高で 38.6 まで上がったけど、今 6.6 まで下がりました。体のヒーリング力、回復力ってすごいですね。この1ヶ月の間で、先々週の腰のひどい筋肉痛と昨日のこの高熱の時だけもう全然動けなかったけど、体の回復力ってすごい。土日たっぷり休んだから今日は筋トレできると思います。なのでいつもと同じワークアウトする日のご飯です。ご飯も今のところ多分ずっと一緒なので省いて、でも筋トレは毎日どれをやったかっていうのは継続して載せようと思います。先週からお尻の筋トレ、プリウォークアウトやりたかったからお尻頑張ります。土曜日がカーボデーで、たくさん炭水化物食べて、その翌日はワクチンのせいで何も動けなかったから、ちょっとそのまた翌日は心配してたけど、前回もだったんですけど、カーボチートデーの翌日がその2週間の中で一番体が元気です。だからやっぱり体はその炭水化物のエネルギーを必要としてるんだなっていうのが分かります。なので炭水化物は敵とか悪いものって考えるのではなく、バランスよく自分の体、自分が目指してる体には何が必要かっていうのをちゃんと計算しながら取るのが大切だと思います。でカーボチートデーの翌日は体が元気でも、何でもありのフリーのチートデーの翌日は罪悪感っていうのもあるし、体がだるいです。やっぱりお菓子とかお酒とかを必要以上に多く取りすぎてるからなんだと思います。でも一応は体のシステム、いつもこの最低限ばかり食べてるっていう体のシステムを崩すためには必要なんですけど、どっちが健康的で元気かって言ったら、フリーチートデーよりはカーボハイドレートの翌日の方が体は元気です。筋トレして変わったこと、筋トレした人しかわからない細かいあるある教える？足が小じか、あ、ジムの後、階段が降りれない、階段降りれないシートベルト締めるの難しい、右手でシートベルトが取れないからさ、左手で取る、手が上がらない、上がらんお風呂入るときにさ、普通はさ、こんなってこっちに低いところに置いたら、髪洗うときこんなだったのに、今まで、スクワットのさ、このポーズになったんでしょ、こんな体勢でした。ただただこんなじゃな
うん、こんなになってる。前だった？あ、この方が腰が痛くないっていうのもあるし、スカートなってんじゃない？うん。食器洗うときはキャフレイズして、これ洗いながら、うん、する？でもあの歯磨きの時に。反対かな、こんなかな、まあどっちでもいいけど。うん。ダーリン、糖質、脂質を見てる。うん。最近は脂質をよく見てるかな。脂質だね。うん、脂質ゼロで美味しい、びっくりするのは何があるか。今のところ出会えてないかな。なんかあれは一回ラーメンみたいなの食べたさ。驚きゼロ麺。あれ美味しかった。あ、ゼロカロリーの食事としては美味しいと思うけどさ。あれあれ、ローソンのあのエクレアみたいなパン。糖質オフのやつ、うん、あれ美味しいんじゃなかった。うん、美味しい。ないってでも。でも新しいのでしたってば。生産中止だっけ？分からん、ずっとないよ、見るけどさ、うん、なんか今はなんかクロワッサンみたいな感じのタンパク質多めの糖質オフのパンが入ってた、うんうん、糖質もオフで脂質もオフのさ食事ができればないわけだ。病院のご飯みたいにならない。もう糖質オフシリーズは今いっぱいあるんだけどさ、ちょっとなかなか脂質ゼロっていうのはさ、うん、入院のご飯みたいになると思ってよ。美味しくないって。絶対美味しくないって。あるあるでした、うん、ビデオが長くなるのが嫌なので、やっぱり今週もこの1週間で動画を締めます。最初の日と今日の体の写真と体重計の数字の変化がこんな感じです。今日でちょうど1ヶ月経ちました。1ヶ月経ってやっぱり体の変化が見えてきたら嬉しくなったりするし、やっぱりジムの帰りとかは一番元気、体も心も元気なんですけど、やっぱり日常生活に戻ったらシックスパックがあろうがなかろうが、やっぱり日常の問題っていうか落ち込んだりへこんだりっていうのはあるし、今回はワクチンで結構2日間ドヨーンって全く動けない時があったので、それで体がだるいっていうのもあるし、なんかいろいろ考えた1週間でした。でこの1ヶ月振り返って、こんな写真撮るぐらいだから自信あるんだろうなって客観的に自分を見たり、でもあれは本当に稀で 2,3 ヶ月に1回しか起こらないと思う。あれ以外の日はほぼカメラにも映りたくないっていうのが私の普通だと思います。なのでどんなに自信たっぷりの体体型を持とうが、どんなに整形とかして美人になろうが、やっぱ気持ち次第内側、自分の内側次第だと思います。自信が持てるか持てないかっていうのは。シックスパックある人全員が自分に自信があるわけではないだろうし、100キロぐらいでも自分が大好きで毎日ハッピーな人も絶対いっぱいいるし、自分次第ですねっていうのがこの1ヶ月の締めです。人間なのでもちろん上がり下がりあるし、アップダウンがあって普通、それが人間だと思うので、別に下がってるからって言ってじゃあもうやめようとかでもないし、上がってるからって言ってっていうわけでもないし、未来とか将来とか結果とかばっかり心配するから今に集中できなくて不安みたいなとか脅迫観念みたいなとかが出てくるんだはずだから、この筋トレっていうのをちょっと今この瞬間に気持ちを向ける瞑想じゃないけどマインドフルネス的な、 HSP とかちょっと ADHD 系の人はこうマインドが本当にあっち行ったりこっち行ったりしてもずっと頭がぐるぐる回って疲れるので、この筋トレっていうのをちょっとこの今この瞬間にフォーカスするツールとしてちょっとこれから使ってみようかなと思います。それでまたもう少し様子見ようかなと思います。1ヶ月無事終わりました。来週はハッピーハッピーなビッグなチートデイが待ってるので、またそれに向けて頑張りたいと思います。 Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Bye bye.